獅子シシキとは、害獣の侵入を防ぐ目的で大和農地との間に、築かれた垣根や石垣、土類のこと。漢字では、イノシシガキシ獅子キ、イノシシガキなどと表記する。北関東から沖縄県に多く見られ、沖縄では産後を材料とした。害獣のうちイノシシは、積雪地を苦手とするため、東北地方や北陸地方、山陰地方には少ない。 北海道のものは知られていない。鎌倉時代から文献に記され、現存するのは主に江戸時代に築かれた。高さは平均1から2メートル。長さ10キロメートルを超える獅子垣もあり、小戸島では総延長120キロメートルにも及んだ。他にも九州の長崎、中国地方、近畿地方、瀬戸内地方の島々で多く作られた。ただし、 熊本県、鹿児島県、高知県には、ほとんどない。これは、鉄砲を扱う合子が、農村に住み、狩猟を行っていたためと推測される。あたかも万里の頂上のように土を焼いて作ったものを、並べて築いたものもある。囲いで土地を全く塞いでしまうのではなく、人が通るための軌道をつけたりもした。軌道以外から侵入する動物を捕らえるための落とし穴もつけられていた。 田畑の周りに貼られた金網や電気柵が獅子柿の代わりをしている。郷土市やらによる獅子柿ネットワークが移行や記録を調査しているほか、2008年から獅子柿サミットが毎年開催されている。地元で忘れられた獅子柿が謎の遺跡やいされることもある。ありがとうございます。